加賀縫いは加賀友禅の加色などに使われ、絹糸や金糸、銀糸を巧みに使い、立体感のある図柄を浮かび上がらせます。糸をゆるところから始めますが、均等によるのはなかなか難しい作業です。あとは下絵に沿って一針一針丁寧に塗っていき、2、3時間で仕上げます。